はい、レオンチャンネルです。ガッチャドライバーの購入特典、すごい豪華じゃない？デラックスワンデスレイズバックルの名前からわかる通り、ゴリゴリの映画のネタバレの話になりますから、そこだけご注意なんですが、要は、このワンデスレイズバックルっていうのが劇場版に登場して、名前からわかる通り、仮面ライダーギーツワンデスの変身アイテムとして使用されたやつね。映画でもさ、おー、ライドケミーカードと、レイズバックルのミックスアイテムとか、これが8月に一般発売される、バトンタッチ的なアイテムかと思いきや、じゃなくって普通に販売せずガッチャードライバーを買ってもらえる数量限定アイテムだって。めちゃくちゃいいね。キャンペーン自体は9月2日のデラックスアイテムの発売に合わせてのスタートで、ホルダーを買ってももらえませんが、デラックスガッチャードライバーかガッチャードライバーのセット版を買うともらえるようです。ここ最近はネットで買ってもキャンペーンアイテムとかはちゃんと付属してますよって表記が多いですし、ガッチャードライバーの予約開始日は書いておりませんが、まあ、予約時にはその辺の表記があるかどうかもしっかりチェックしてもらえればなと思いますし、まあ、ちょっともう言っちゃうと、入場特典のギーツワンネスのコア ID、 それをデザイアドライバーにはめてワンネスレイズバックルプラスブーストマーク3のバックルを使ってギーツワンネスに変身するんだけど、このさ、ライドケミートレカ、これにいろんな仮面ライダーたちの姿があるじゃん。まあ、この辺もこのフォームの意味にかかってくると。要はこのカードもついて、バックルもついて、あとは劇場で専用音声鳴ってたかな、ちょっと覚えてないけど、もしかしたら専用音声が鳴るかもしれませんね。姿はかなりそうきたかみたいな、またこれまでにない仮面ライダー感があって、まあ、劇場版の特別フォームっぽさが良かった。あとは令和ライダーでちょこちょこある最終回フォームがギーツにもあるかどうかだよね。僕はトラストラストフォームをまだ諦めてないんだけど、トラストバックルとラストバックルが出るんじゃないのみたいな。ただ本日16時から始まるガッチャドライバーの先行抽選予約の方にもまさかのキャンペーン景品も付属しますよということなので、これで8月中旬にワンネス変身再現いけるってことですよね。カードイラスト実際よく見ると、まあ、劇場版に登場したゲストライダーたちも含めてのメインライダーたちが映ってますね。でこのメーターが虹色になってて、仮面ライダーギーツと、このギーツ以外も仲間たちがみんな映ってるのにも意味があるんですよね。まあ、バックル自体は確かにキャンペーンアイテムだから、まあ、ギミックとかはなさそうかな。あ、でもあれか、ここ隙間があるからスイッチはあるね。このそっか、スイッチ押してたか。このカードを入れるベース部分はグッと押し込めてスイッチになってるんだと思います。でもまあ赤い成型色で全体的にシンプルめかな。なのでこの先行抽選で当たればワンネスレイズバックルも一緒に手に入るって、これは絶対当たってほしいんだが、まあいろいろワンネスについて話したついでに、じゃあ入場特典も見ましょう。では入場特典でもらったギーツワンネスのコア ID 確認しましょう。メタリックシールが前面に貼られてる感じかな。あ、めっちゃ光ってるね。そしてギーツワンネスの副眼周りの色そのままだ。ただこれまでのコア ID ってクレスト部分が印刷で表現されておりましたが、今回は完全にシールだね。そうだね、シールが貼ってあるので、そこはちょっと酵素削減を感じますが、まあでも入場特典で変身アイテムパーツが手に入るっていうのはマジ最高すぎる。無料でもらえるやつだからね。はい、ぐるっと見回すとこうで、いつものギーツのコア ID と比べると白が強めなんだ。同じ乳白クリアなんだけど、透明度が控えめだね。で、クレストとしてはギーツと同じなんだけど、青、緑、ゴールド、赤、パープルが入ってて、後ろ側もね、このあたりしっかり柄がありますからね。まあでもやっぱり普段の印刷されてるやつに比べると、さっぱりめに見えるかな。まああとは、こんな風にワンネス関連のコア ID たちをずらっと並べてみるのもありじゃない？要は7人パワーフォームってことになるのか。じゃあデザイアドライバーにセット。あ、でもいい感じに発光が透けて、なかなか特別感あるよね。普段のほら、技術からすると、うん、豪華になった感じ。で、ブーストマーク3セットして、
はい、今のところはここまでしかできませんが、あとはガッチャードのバックルが発売してからさらなる完成形へ進化するって感じですよね。まあでも、ちゃんと虹色のコア ID が見えてる状態いいっすね。ここでブースト、マーク3がまだ使われるとはな。ってことで、当分はね、入場特典で、ギーツワンネスのコア ID もらえるはずですから、映画館に行く予定の方は早めに受け取りに行きましょう。特に年齢制限とかなくて、行けばもらえるって感じでしたね。では先ほどのキャンペーンページもリンク貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルでした。